お前がごてだ。よろしくお願いします。それではお家の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、さあ試験飛車できたか。相振り飛車。受けといて、あーこれ危ない。横歩取れるか。飛車回ってくるってことですよね。これ受けといて、回復取って、で飛車ズバッと切って金取り、さあ際どい勝負。2分30秒、まあ、これは金取り、飛車取りと桂取り。さあこっちが良さそうに思えるんですが、どうでしょう。桂取りの後は銀取りになるんで、ああなのでちょっとズバッときましたね。これはちょっとここに飛車を打つのもったいないか。お、これは主張が通った形。ふんどしの経営が厳しいんですが、ふんどしの経営が厳しいんですが、ここは銀、金寄りですかね。銀だと、いやー、それも厳しい。受けとくか。弱気か。いや、これは弱気か。2分、これでまあ角出れるようにしといて、そうですね、逃げながら角出て、これは取りたくなるが、取ったら危ないか。弾いといて、まあ、一回ふんどしの桂。お、ちょっと玉危ないとこに連れてこれたか。難しい。30秒。そっち、入玉されないようにしないといけないですね。1分、これ詰めろ。入玉させないようにしつつ、それはこれも詰めろか。詰めろ。いやー厳しい、際どい。こうか。さ
さっき馬で、これで厳しいですね。で馬から入って、30秒。王手して下に下がって、これで詰みか。うん、大丈夫か。これで桂打ち、あーなるほど。20秒。大丈夫。10秒。お、これで詰みか。お前がナンバーワン。ギリギリ詰ますことができました。最後あんまり見えてなかったですけど、詰ませれてよかったです。ありがとうございました。お前が後手だ。よろしくお願いします。それでは相手の方、2段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、角道止めて四間飛車。相振り飛車。金無双ですかね、お相手の方。一回角歩交換して、で7筋に回って、あ、うん、銀出てきたらチャンス。ああそうですよね、そううまくはいかないですよね。で歩交換しといて、ちょっと玉逃げときましょうか。金無双。でそれが来たらもう一回行って、で角の方に回って、おっと、2分30秒。これ銀うまく捕まえれるか。で次、6、ああ、これでも。これでも銀は捕まってますね。さあ銀桂交換っていうところでしょうか。まずはさあ2段の格上相手に鬼殺しでちょっと翻弄できてるような気はします。うん、大丈夫か、これ取って。取るよりないか。これで角ぶった切ってきてくれたら、それはそれでいいような。あ、ここで投了となりました。腕を上げたんじゃないか。勝ててよかったです。ありがとうございました。